はい、皆さんこんにちは。第何回目これ？これは4回目。4回目の皆様のお墨付きシリーズ。今日はね、3つね、カップ麺いきたいと思います。でかいな。4段目にしてでかいな。もっちりノンフライあごだし醤油。あごだし醤油だって、絶対うまいやつだ。名古屋台湾塩ラーメンつうのと、にんにく醤油。この3つを作っていこうと思います。一気に作る感じ？一気に作るよ。本当に食べれる？ほらもうこうなりゃ全部は食べてない。返された。はい、ノンフライ麺。ノンフライ麺だ。当たり前だけど見えるかな。と液体スープ、と火薬、火薬はこれさっき入れるのかね。入れるんだろうね。いたって読もうよ。いいよ、意外と量少ないね、ほら。で火薬と粉末スープと液体スープがあるから、多分火薬と粉末スープを先入れる。だから読めって言われるよ。では、説明なし？え？説明した？早くと液体スープね。すごい匂いするこれ。え？この塩台湾ラーメンってやつ。あ、そう。匂いが。はい、次。行ってこい。予想ではどれが美味しいと思う？ないな。これにんにくでしょ。これ食べたの生きてないの。ほら見て、ポークの甘みが効いたピーカースープだ。こっちのあれでしょ。あごだしのスープってうめえじゃん。のせとかないと。うまい予感しかせえへんねん。どうだろうな。今日のももしかしたら4分って書いてあるけど、ちょっと長めに置いた方が美味しいかも。多分ね、足もそう思われる。まだかな、まだかな。アレクサ止めて。あごだし。液体スープ導入。なんか塩だしっぽい。じゃあいただきます。こんな感じ。次行こう。あごだし。すごいニンニク臭い。臭い言うな。これやばい。すっげーニンニク臭。ニンニクチップ入ってるわ。ニンニクの芽入ってるわ。すごい。すっげーニンニク臭。やばくねこれ。スタミナだ。いただきます。どうぞ。味濃。あ、濃いんだ。味が濃いし、ニンニク。あ、ザ・ニンニク。ザ・ニンニクか。これはまあ普通ちょっと濃いかな。意外と濃いね、これも味もっと濃いね。これ食べるの怖いな、ニンニク。共犯共犯。ニンニクがっつりラーメンが好きな人は好きかもね、これね。これは無理だ。これは外に出ない時に食べない。楽しんでるかい。これはあの本当に和風だしだね。
あごだしの和風だしで作った麺ラーメンって感じ、うん、これはがっつりニンニク醤油、名前の通りニンニク醤油、うん、あの醤油ニンニクじゃないな、うん、ニンニク醤油だね、ザニンニク。え、食べない感じ。これがこれ待ち。あとこんだけ。一口じゃん。これな、一口で食えると思う？いけるよ。食べちゃったよ。ラーメンって飲み物だからね。だってゴクって言ったもんね今。私この時期さ、うん、はい食べよう。アレクサ止めて。できたできた。台湾ラーメン、見た目はニラの少ない台湾ラーメン。これね、細麺。美味しそう。はい。じゃあ食べてよ。美味しそうっていうか。いただきます。召し上がれ。どう？なんて言えばいい？なんだこれ。うん、これ多分普通の人は辛いんだと思う。青唐辛子独特の香りっていうのかな、辛みはまあまああるね。ぶっちゃけ話していい、うん、今日の3つは、うん、私の中ではちょっと外れかな。まだどれ食べるって言ったら、私まだこれかな。あ、そう、うん、こういう薄めたら、薄めたらね、ま、確かに。これはちょっとパンチが強かった。で、こっちは何だろうな、その青唐辛子か何かよくわからない、香りの抜けるのが、うん、嫌いじゃないよ私。なくなった。やった、食べなくて済んだ。これは本当にあごだしの和風だしに麺を入れた感じ、うん、これはザ・ニンニク、うんうん、ニンニク大好き、ニンニクラーメン好きな人はめっちゃ好きやと思う、うん、これは台湾ラーメンじゃあ台湾ラーメンだけど、青唐辛子の味なのか何かの味がちょっと際立ちすぎてて、うん、でも嫌いかと言われたら好きな部類かな、うん、ということで、はい、今日もお墨付き3種類いただきました、はい、美味しかったけどもうちょっとお湯を多めに足した方がいいかな、ちょっと味が結構濃いので、うん、ということでこの動画は終わりと。この動画が良かったらグッドボタン、高評価、チャンネル登録&コメントお願いします。お待ちしてます。お待ちしてます。また次回の動画で会いしましょう。またねー。バーイバーイ。今日はちょっと打撃力半端なかった。この後胃薬ものかな。